前回城を取られないための話をやったので、今回は城を取るための話をやっていきますか。内乱編話していきましょう。で、開幕はバッサリカットで、見ていただきたいのはここからですね。どのようにして実際に内乱を取るのかなんですが、相手が号令系デッキの場合は、相手が号令を打つまでの号令の範囲の外、ここはもう明確に塗り返しがしづらいエリアになるんですよね。まあもちろんだから相手としては号令にできることなら全部隊入れたいわけじゃないですか。なので相手の号令の範囲の外から回り込むようにして塗り層を進めていくと、まあ号令を打つまでの段階で当然相手はそこを塗り返しづらいので、相手側がラインを上げているはずなのに内乱が取りづらいみたいな、そういう形を作りやすいですね。でそこからぐるっと回ることで、相手の号令の範囲の外周を回ることで、このように内乱を成立させることができますという感じですね。これはもう相手の号令の範囲の把握っていうのは、まあ当然してなければできない話なんですが、まあなんていうか、やっぱり覚えることっていうのは、まあ衝撃だったり突撃だったりのハンドスキル面に比べて知識的な面なので、努力で改善ができるところなんですよね。例えばまあ、衝撃上手くなる、突撃上手くなるとか、ビタ止め上手くなるとか、そこら辺のってやっぱやって練習するしかないじゃないですか。ただこの相手の号令の範囲を覚える、相手の号令の効果時間を覚えるっていうところに関しては、これはもう努力でカバーできる範囲なので、どのプレイヤーでも、どんなプレイヤーでも、ある程度のところまではできると思うんですよ。だからこそ、こうやってして、まあ、講座としてやることっていうに僕は意味を感じてますね。まあもう本当にね、あれなんで、このゲームどれだけ知識あるかでだいぶ勝率って変わると思うんですよ。だからこそ相手の号令の範囲を覚えて、相手の号令の範囲の外を迂回するように取るっていうのをすごい大事にしていきたいなと思っております。でまあ具体的に言うと、僕は大事にしてるのはあれですね、相手が号令デッキの場合は両端2マスだったり、相手が横から攻めてくる、まあ端使って攻めてくる場合は、それと逆側の3マス目4マス目だったり、そこら辺をしっかり塗っておくと、相手が攻めてくる際に内乱が取られにくい、こっちが攻めてる際には内乱が取りやすいの状態が作れるかなと思いますね。でまあここに関しては僕自身両党使ってるっていうのもあって、両党の速度上昇値を知ってるから、再起のプラス 1.2 倍速で刺さるっていうのも知ってるっていう、そんな感じですね。これももう知識的な面かなって思いますね。でここもなんですが、この場面、両端の2マスずつ、両端、右2マスずつと左2マスずつ、ここも塗っておいてあるおかげで、相手側がラインを上げてきているけど内乱が点灯しないという形ですね。このようにすることで内乱を取られず、こっちが一方的に内乱のダメージを取れるという状態を作れるかなと思います。相手がわらデッキの時や工場の取り方に関しては、まあ、後々次回以降やっていこうと思いますので、また今後も見ていただけますと嬉しく思います。それでは、お疲れ様でした。